うっす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 。いや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 、なんかさ、4月入ったのちょっと寒くねえすか。なんか長野だけなんかちょっと寒い気するんですけどね。もうちょっと早くなんか暖かくなってくれればいいのに、風とかが吹いてるとちょっと寒いなと思う次第でございますけども、今日なんですけど、本当に僕が結構びっくりした話をしようかなと思ってて、こう、先週末ですね、先週末なんで2日3日前の話なんですけど、僕用事があってとか普通に買い物があって、あれを買いに行ったんです。突っ張りポールを買いに行ったんですよ。デパートに。デパートに売ってるかなと思って。で、行ったんですね。で、まあその時にそう、買い物しに行った時に見た光景がびっくりして、その話しようかなと思うんですけど、あれね、それ休日でした。土曜だか日曜だかちょっと忘れたんですけど、確か土曜か。行って。で、まあ、普段よりはやっぱり人も少ないんですよ。普段よりは多分、なんだろうな、休日にもかかわらず、まあ多分いつもの通常時の、平日くらいの人の入りで、まあやっぱな、まあ人はそんなに少ないというか、まあ全くもっと混んでるってことはないんですよ。でまあまあこんなもんだよな今のご時世と思いつつ、で僕も買い物してで帰るってなった時、まあその道中ですよね。あのね、デパートのそのフードコートとかあるじゃないですか。フードコートファミリーとかが、普段だったらファミリーとかがね、なんかそこで、親子連れとかでまあなんかご飯食べてたりとか、あとゲーセンとかあるじゃないですか。デパートの中とか、でね、こんなご時世ですよ。こんなご時世びっくりしたのが、多くはないんですけど、いまだに親がね、子供連れてそのフードコートでなんかのんきに飯食ってるようなやつとか、あとはゲーセンとかでなんか遊ばせてるような親がいて、おいおいおいと思ったっていう話をしようかなと思って、あのさって感じじゃないですか。そのね、やっぱりその僕みたいに買い物をしに行って、でそこにまあどうしようもないからさ、まあいろんなご家庭あると思います。どこか預けることもできないっていうね、ご家庭もいらっしゃるとあると思いますから、まあ買い物にちょっと連れていくね、家に置いとくのも一人で置いとけないような年齢の子だったらね、買い物に連れてって、買い物行ってすぐ帰ってくる、用事だけ足して帰ってくるってことは、僕はまあ致し方ないことだと思うんですね。こういうご時世で自宅になるべくいましょうっつったって、だってまあ食料とかね、いろいろ買い物もしなきゃいけないわけですから、絶対に家から出るなんていうのは無理だし、ね、ご家庭のいろんな状況もあるでしょうから、まあ、そうは、そのね、最低限の、用事っていうのは別にしょうがないと思うんですけど、そんなね、ゲーセンとかに遊びに来て、アホかなと思って、もう信じられねえなと思ってな、このバカ親どもと思って。そう。どういう神経してんのって本当思っちゃってね。びっくりしたんですよ。だから、なんかまあ変な話というか、ある種、あのね、中高生とかも、まあいるんですよ。やっぱそういうデパートみたいなとこ行けば、春休みで多分暇なんだと思うんですけど、まあ土日とか週末で、まああのね、こういうご時世でなんかまあ、もしかしたら家にいなさいとか言われてんのかもわかんないけど、でもまあなんか、ガキだし、あんまりそのね、ことの重大さとかもちょっとちゃんと理解せずにね、なんか外に出てきちゃって、なんかまあ友達とだから暇だから遊ぶかとか、なんかわかんない。余裕っしょみたいな感じに思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、それはさ、僕、良くないよ。全く擁護するつもりないし、家に いる方が、いるべきだとは思うんですけど、でもまあしょうがないなと思うんですよ。まだ物事の分別もちゃんとつかないっていう感じで、あんまり、そこはね、褒められたもんでは全くないんですけど、まあ、しょうがないというか、まあ、ある程度わかるなと。気持ちもまあわかるし、で、まあ、その中高生とかは、まあ、正直、ね、
まあ、言ったらまだまだこう大人ではないですけど、成人ではないですけど、まあ言ったら自己責任とか自分でなんかある程度責任をこうね取って、行動してるような、まあ、自らの意思を持って動いてるようなあの年齢かなと思うんで、まあなんかその単純に、まあ、判断力とかなんかそういうのがまあちょっと至らないという本人の問題かなと思うんですけど、そのさ子連れっていうのはさ、そのちっちゃい子がいるわけですよ。ちっちゃい子ね、こんなちっちゃくなんか走り回ってるような子、元気な子ね、まだ全然それこそ本当に子供ですよね。うん、保育園なのか小学生低学年、小学校低学年なのか分かんないですけど、そういう子をさ、そのね、必要最低限の外出じゃなくて、なんかそうゲーセンで遊ばせてるとか、フードコートで一緒にヘラヘラ飯食ってるって、大丈夫かこの親と思って、でさ、世間的にはさ、なんかなんだろうな、いろいろネットとかでもさ、なんかいろんななんかその若者がこね、今の状況余裕っしょみたいなね、自分は絶対に死なないという自信がありますみたいなこと言ってね、結構なんか叩かれたりとかしちゃってるのかな、わかんないですけど、批判の的になってたりすると思うんですけど、そういうなんか若者ばっかなんかね的になってるけど、そんな親多分全国にいるんだろうなと思って、子供連れ回してるような親、このご時世に遊びに来てる親、人混みにわざわざで、ゲーさんでなんてね、あんな手ベタベタベタ、誰が不特定多数の人が触ったようなところベタ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 みんな触ってね、僕が見てひどかったのはね、なんか子供にカードゲームみたいなのやらせて、ほんとちっちゃい子ですよ、親なんか携帯でもうそのよく子供はずっとゲーム、親は携帯、その時思ったんですよね、やっぱね、子供っていうのは親を選べないですからね、本当にアホだな、アホな親がいるんだなと思って、そんな若者とかよりもよっぽど僕は批判されるべきかなと思うんですけどね、そういう奴らの方が、なんかそういう奴らがなんかあんまりそういう表舞台に出てこない、そういうバカ親だもんが、なんででしょうね、そんな多分ね、全国のまあ特にあの田舎の方とかでもいいですけど、週末のデパートとか行ったら多分いるよ、そういうアホな親とかわいそうな子供、そういうところの方がもっとなんか僕はあかんのかなっていう思うんですけど、思ったんですけどね、かわいそうだな、だって今だって小さい子だってね、かかったりするわけじゃないですかっていうようなねニュースあるじゃん、そういうのでなんかこれだけそういうところには行くのを避けましょうって言われてる中で、大の男大人がねそういうところに自ら行っちゃう、なんで家に入れないのかな、なんで、なんでなんだろうね、わかんないですけどね、で家に入れないんだろう、なんかだからね、そういうの見るといやなんかいろいろ思いましたね、いろいろ思った、子は親を選べないなっていうのと、かわいそうだな子供っていうのと、もしかかっどう責任取るんだよかかったらみたいな、そのちっちゃい子がとかね、あとなんか若者ばっか批判されてますけど、いや実際もっとそういうやつもひでえやつもいるぞと、若者がみたいに言ってるけど、いやいい年した大人はそんなガバガバなことしてますよと、いろいろちょっと思ってね、で多分ね、そういうやつ、そういう親、バカ親に限って多分実際にかかってね仕事なんか行けなくなったら多分マジで困るようなやつだと思うんですよね、それがなんかある程度ね、いやなんだろうな、蓄えが あればそういうとこ出てきていいって言ってるわけじゃないんですけど、でもそういうわけじゃなくて多分真っ先に割り食うのようなやつですよ多分ね、そういうやつがそういうとこ周りに来てね、もしなったらどうすんのみたいな、自分がさ、ね、子供がかか直接的にかかるリスクも高まるわ、仮に自分がかかるリスクも高まれば、かかった時にじゃあ誰が養うんですかと、お父さん、あなたがかかった時に家族どうするんですか、だからそういうところまで考えが至ってないのかな、このバカどもがと思って、そう真っ先に困るようなね、そういうやつらが進んでそういうところに行くというのがなんでだろうねっていうか、危機感なんですかね、危機感が足りてないっていうことなのかな、
それこそ自分は絶対大丈夫だって思ってるのかわかんないですけど。とは思いましたね。絶対そこに行かなきゃいけないわけじゃないと思うんでね。そう思いました。美味しいな、このコーヒー。